ジェフロアカエルガメ、ヘビクビガメかカエルガメ属に分類されるカメ、カエルガメ属の模式種、模式標本の産地はブラジル。アルゼンチン北東部、ウルグアイ、エクアドル東部、ガイアナ西部、コロンビア南部、ベネズエラ東部、パラグアイ、ブラジル、ボリビア最大高潮39.1センチメートル。廃坑は非常に扁平で、上から見ると卵型。 筋状の盛り上がりがあるが、成長に伴い消失する。廃校の色彩は黒や灰色、暗化色。復興の色彩は黄色や単行色。頭部は中型。頭部背面の色彩は灰色で、側頭部には左右に2本ずつ黒い筋模様が入る。容体はあばら甲板にもキールがあるが、成長に伴い消失する。復興の色彩は赤や、 ピンク色、あばら乾板に、キールがある。系統解析から、アシュ、ホースジカエルガメを、独立種とする説もある。しかし、アシュごとの分布や、形態の際も、不明瞭であることから、現状では、独立種として分割することを無効とする説が有力。流れの緩やかな河川や、湖、地上に生息し、推定に腐食室などが、堆積物した。 水生植物の繁茂する、止水域を好む。植生は、動物食で、魚類、両生類、昆虫、甲殻類、軟体動物、ミミズなどを食べる。繁殖形態は卵生。1回に10から20個の卵を産む。種小名ジェフロナスは、エティエン・ジュフォア・セインとイレールへの懸命。ペット用として飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 主に飼育か繁殖個体が流通するが、野生個体が流通することもある。ありがとうございます。